10月下旬にね、発売した新商品をちょっとね、体験あーす。カナークです、ティです。ロホクです、プロデュースゴス、イエイ。まずはね、今日発売したこちらのフライドチキン味のクッタとハンバーガー味のクッタ。そう、えぐいよね、匂いがえぐいもん。もうハンバーガーはもろハンバーガーの匂い。フライチキンはどうだろう。あ、でもこれなんかね、カップヌードルみたいにする。ほんとだ。まずはちょっと普通そうなフライドチキンから食べていきましょう。ちょっと私からいただかせていただきます。はい、いただいちゃってください。熱そうだね。麺がなんかね、結構太麺、太麺だね。そう、いただきます。うん、あ、フライドチキンみたいなの入ってる。うん、めっちゃ普通よ。マジ？うん、めっちゃ普通。いただきます。めっちゃ普通。うん、めっちゃ普通。フライドチキン感はない。ないね。なんか普通にチキンだし系のラーメンって感じ。じゃあね、次はね、ハンバーガー味。これ大本命だね。うん、でれ、中に入ってるのやっぱビーフっぽい感じだね、ちょっとね。ハンバーガー入ってんの、うん、ハンバーガー入ってたらダメでしょ。ハンバーガー入ってたらハンバーガーじゃん、それ。そっか。ちょっと匂いがね、バーガーなんですよ。うわ、混ぜたらすんごい。そう？うん、すんごいバーガー臭。なんかもうちょっとなんかね、まずいんじゃないかってね、予感がすでにしてる。いただきます。まずまずい？みたい。一缶とどっちがまずい？この方がまずい。マジで？うん、そのレベル？うん、そのレベル。怖っ、聞かなきゃよかったわ。マジでまずい。ハンバーガーいただきます。そう？え？マジで？全然いけるんだよ。信じられないぐらいまずいんだけど、これマジで。いや、全然いけるんだけど。いや、本当に？うん。食ったところ悪いとか？食っただけに。マジこれ、だよ。私はおすすめしません。いや、おすすめはしないよ。しないよ。おすすめはしないけど。しないよ。なんかゲロとか言ってるけど、ゲロではないし。いや、ゲロだから。ゲロではないし、一応人が食うために作られたもんだから食える。お次の新発売の商品はこちらのかけてみよカルボナーラ味です。そしてそしてそして、おいおい、どんどん落ちてる。そしてなぜか買ってしまったナゲットたちです。ナゲットたちです。でもその辛いやつも新商品なんじゃない？こっちね、辛いやつ多分。うわ、僕の苦手な匂いこれ。じゃあ嗅がして、嗅がして。え、全然いい感じ。普通にカルボナーラっぽい感じ。なんかちょっとベーコンっぽい匂いもするし。ベーコンの匂い、うん、うん、好きじゃないんだよカルボナーラって。あ、好きじゃないんだ。そう。いくよ、かけちゃうよ一気に。ほい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 。あ、見た目は結構うまそう。うん、なんか普通に本当にパスタのソースがかかってます感じ見える、うん、ね。まあ、そこはね、期待してるよ。ポテトに合わせてきてるって。そうだよ。じゃあ食べてきて思います。もうすでに食ったさ、ちゃんと全部食ってるからさ、うん、満腹感半端ないんだよ、ね、私もちゃんと食べてるからね。私が残してるみたいな言い方するけど。ちゃんと食べてるから。いただきます。叩かれる。ディオどうせ食ってないんだ、あいついつも食う。うわ、ちゃんとカルボナーラしてるわ。なんでうわなの。カルボナーラ嫌いなんだね、ほんとに。うん、じゃあ私はカルボナーラ大好きな意見をあげたいと思います。うん、ちゃんとカルボナーラしてる。めっちゃうまい、めっちゃうまい。意味がわからん。なんか普通のカルボナーラにちょっと塩味が強い。ポテトに合わせてきてる。そうだ、期待通り。僕はなぜか買ってしまったナゲット食べるわ。その辛いのも多分新商品なんだよね。あ、マジ？辛いソースが売り切れてて、とりあえずね、とろりチーズってやつをもらってきたんで。辛いので中和されんちゃう。あ、くっさ、くっさ。普通の味をいただきます。
全然辛くね。そう、全然辛くない辛さ中和させて、それでチーズで。なんか普通のナゲット食ってる感じ。マジ？うん、うん、まあ香りがスパイシーで、うん、結構がっつりいきましたよ。うん、あげる。うん、美味しくない。甘いクリームチーズみたいな感じでもなくていい、うん、全然美味しくない、全然、うん、普通のナゲットとこいつの組み合わせ、普通のナゲットと、うん、チーズソースの組み合わせね。こっちの方が合う、うん、え、これ普通にうまい。チーズソースやっぱマスタードだよね。だよね。皆さんこんにちは。東池袋1丁目20番といえばもうお分かりですよね。そうです、スタバです。こちらのスタバで新作を飲みたいと思います。ちなみに昨日発売です。なんであのハゲがいないかというと、こいつは、このハゲはもうハゲが甘いものが食べれないからです。はい、映り込んだよということで、私がね2本食べたいと思います。食べる？うん、うん、リンゴの砕けたやつが入っていて、チョコの味がして美味しいです。あ、こちら、匂いが気持ち悪い。砕けたやつが入ってなくて、ホワイトチョコみたいな感じがして苦手なので好きじゃないですということでね、秋の10月下旬の新商品を一気に食べていたということで、また次回は11月の下旬にお会いしましょう。じゃあね。カメラマンさん、これあげる